こんにちは。即解塾の久保です。まあ人間は思ったことを現実化できる力があるって聞いたことがあると思うんですよ。まあですんでね、人類、本当にみんなで協力して、いろんな世代が協力すると、あ例えば火を起こして、鉄を作って、テクノロジーを編み出して、で、コンピューターみたいな自動計算システムを作ってね、で、ロケットを作って月まで行くっていうのも、 もちろん人間一人の一生の間では無理だったんですけどもそこまで積み上げたことを繰り返していってついには月や、そして火星にも行こうとしてるわけですよねだから夜空を見上げてあそこに行ってみたいなと本当に何千年前も昔の人が思ったことを何千年もかけてその思いを受け継いで受け継いで受け継いでそして20世紀21世紀にそれを実現させたということなんですよねで人間はあ、まあ、タイムマシンというかね 別の時間に行ってみたいとか、パラレルワールド他の宇宙に行ってみたい悪空間や異次元に行ってみたいこういったものを考えてる人もその研究が続きさえすれば何万年か先にそれも実現するんじゃないかなと思います。で今回はねそんなに大それたことを言おうとしてるわけじゃないんですよ。人間のの一生の中で、数数年年とか十数年か十けて私たちが、 現実化できるものっていうのはどんなものがあるかなってことなんですけども、まあ、例えばね、お金の問題ってあるじゃないですか。やっぱりお金の問題ですよね。まあ、私に言わせるとですね、体験したものから言わせると、その月収100万とは言わないです。月収50万。これは自分自身の人生の中で現実化できます。月収50万ごときならね、あえて言いますけども。でも、この話を聞いて、 いや久保さんそう言っても無理ですよと。それはもともと才能があった人。うん。一部の人。頑張れた人。自分はそんな自信ないですね。そう。まずはこの話を聞いてやってみようとも思わないし自信がないってい人はそこで自信がない現実が来るんですよ。一部の人しかできないと思っちゃったら自分は一部の人に入れないという現実が来るんですよ。でも、用意どんで。 100m 走ゴールに向かって走りますよね一番にゴールにたどり着く人ってのは自分じゃないかもしれないけれどもビリでもよくってもゴールにたどり着こうとしたらゴールにたどり着きますよねそれがですね月収50万とか100万ってことなんですよ自分がいの一番に月収100万に行けるわけではないだけども走り続けていけば自分の人生の途中でですね月収100万は行くんですよ ででなななるべくくら早く生かかしたいいじゃないですかでそのためにはそれを実現した人たちの話を聞いてなるべくその人たちの真似をした方がいいですよね月収100万を達成したことがない人よりも達成し続けてる人の話の方がよりリアリティがあると思うんですなぜなら月収100万の思考を持ってるそして行動を持ってる人だからです結果も月収100万をもたらしてるからなんですよね 思考があって行動があって結果が出てる人から学ぶのか思考はない行動もしてない結果もない人から学ぶのかそれとも思考はあるんだけども行動してない人当然結果も出てない人に学ぶのか思考はあって行動もしてるけどもまだ達成しない人に学ぶのかこの人は結構まだいけると思いますけどねそういうふうに分かりますねあなたは月収で考えるとね100万を目指してるんだったら 100万を考えて行動して結果を出してる人に学んでますかそれとも、月収100万を達成したことがない人ばかりを見てきて、自分にも無理と思ってるかなんですよね。うん、まあ私はね、自分の即価値を運営してきて、確かに全員ではないなと思ってます。ただ、順番に言ってるなと思います。それが月収100万でなくても、久保さん、復収入10万円欲しいんですけどね、年間で500万ぐらい稼げないですかね。 こういった方々、順番に叶えてますね。もちろん、月収五百万を、月収じゃない、年収でプラス500万を目指した昨年、えっ、ー、と、サラリーマンユーチューバー、J さんって方がいらっしゃるんですよ。この人と二人三脚で1年かけて、副収入500万を目指して一緒にやってきました。1年かけて、その人が得た収入は、500万ではなかったけども、プラス230万でした。達成率は46%。でも、このプロジェクトをやらなければ、ゼロでした。 そして今年は230万にとどまらずに本当に今年は500万目指してるんですよで230万を自分で考えて自分で行動して自分で実現したから230万までの自信はすでにあるんですよねじゃあ今年500万いかなくても300万を突破するかもしれない400万突破するかもしれないその行き着く先には数年後500万をクリアしてその後一生を500万を当たり前のようにプラスアルファで稼ぎ続ける サラリーマンのの収入とこっちの500万ねかなりいいじゃないですかねこれね大体年収1000万が完成するんじゃないですかこういった形でですねで私はあのどんどん実現をね現実を引き寄せてもらいたいなと思いますねうんまあ今日はそのとおりですかねはいいってらっしゃい